はい、行きましょう。じゃあこれはこけたらやばいやつだ。これちょっと無理かも。うわ、上もやばいっすよ。ちょっと温めたいっす。うわ、今コンボもあってよかった。ロストチャンネル、どうも、もしもステーションのションスケです。心霊系 YouTube 史上最も暗闇に慣れていると言われているチャンネル、ゴーストチャンネルをご覧いただきありがとうございます。私、カメラと声を担当しております、あごひげメガネ D です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、というわけでね、はい、後ろをご覧ください。じゃん。はい、というわけでもうトンネルの真ん前に来ております。いや、本日お送りする心霊スポットは京都は深水井道となっております。帰ってきましたね、はい、そういうことです。かつて我々ここに一度来ております。はい、前回ね行った時は、まあ、ある事情がありまして見ることができなかった場所となっております。というわけでね、今回はそのリベンジ会となっております。はい、前回はね、ワイシとショノスケ君の2人で来たんですよね。モチモセーション2人で、そういうことですね、来たんですけども、はい、今日はねちょっとワイシお休みということで、はい、ワイシに一言お願いします。では、おいワイシ、ここあれやんけ、リベンジや言うてんのに俺一人で来てるんやぞ。お前もう頼む、はよもう一緒に撮影しよう、来てくれ、飽きてや。はい、ありがとうございます。はい、過去の動画から気になる方ご覧いただけたらと思います。ご覧いただいて、はい、というわけでね、はい、早速行ってみましょうか。はい、はい、では行きましょう。まあ、前回ね、はい、なぜ行けなかったかっていうのは、はいはいはい、あれ私の装備を見ていただいたら分かるかと思うんですが、そうそう、あ、このお腹見えるかな、お腹じゃない、装備ちゃうわこれデフォルトあ、これですね。じゃん、はい、社長が用意してくださった靴の上から履ける長靴仕様、要はこれを必要ということはですね、はい、前回の時は、はい、この雨水とかがあそこに溜まってて、はい、どうしても奥に行けなかったんですが、そうなんですよ、これがあるとですね、はい、まあ大体30センチぐらいの深さは、そうですね、なんとかいけると思うんで、まあ、膝下ぐらいだったらギリいけるんじゃないか、はい、パツンパツンですが、はい、これがあったらもう奥まで進めると思うんで、まあ、ただね、どこまで深いかちょっと我々も把握できてませんので、もしかしたら俺ショースどうなるか、首だけしか打ってないほんまにそうなる可能性は、はい、早速行こうですね、はい、はい、行きましょう、行きましょう。前回の時もね、ここあの熊が出没するっていう、そうなんですよ、だからもうその霊も怖いし、はい、野生動物も怖いし、念には念をということで、はい、野生動物がもしもおるんやったら先にちょっと逃げてもらおうという作戦でですね、分かりました、声をかけてもらっていいですか。分かりました、はい、ワイシー聞こえてる、はい、何もなかったですかね、何もワイシの声しか聞こえなかったです。ワイシの声聞こえた、聞こえましたなんかさっきさ、はい、社長と翔介くんがなんか野生動物がうなる音を聞いたって言ってたじゃないですか、はいはい、ちょうど準備してる時にね、はい、僕と社長同じ方向だったんですけど、はい、グルルルル言って、それやばいですね、なんかもうそのグルルル言ってたよな、ね、威嚇されてるような声を、ここから先が水たまりゾーンになってるんですけど、分かりますでしょうか、これどこまで深いんでしょうか。で一応ね、ちょっとカメラでは分かんないかもしれませんが、この水の向こう側に土のうが、土のうが土のちょっとね、翔介君でいうと胸あたりぐらいですかね、そうですね、ぐらいまでちょっとなんか積まれてるんですよ、あそこまでは そもそも行けてないんですよ。そうですね、もうこの水際で前回は断念したんですけども、これを向こう側まで行ってみようじゃないかと、はい、そういうリベンジ会になっております。そうです、はい、というわけで、はい、行ってみましょう。どこまで行けるかちょっと分かりませんが、はい、行きましょう。じゃあ、はいはい、我々全員ショウスケ君と同じような装備で進んでおります。あ、上に登りました、大丈夫でしょうか。今のところ見てます、はい、うわ、めっちゃ水ありますよ、はい、これはこけたらやばいやつや足だけだよな、わかりますでしょうか。めちゃくちゃ蚊がたかってきております。ちょっと一旦待ってもらっていいですか。はい、もう下行きましょう。はい、分かりします。このように土が積もっております。おそらく上はこのように鋼鉄製のなんか屋根になってますんで、この出入り口もしくは奥の方から流れてきて堆積したものかと思います。ちょっと手袋、はい、
周りを触れるように社長が用意してくれた手袋、手袋と足袋みたいな形で、はい、これ全員このような装備で、はい、標準装備で、はい、早速では行きましょう、進みます、はい、ここまで行っていい、あのね、今でだいたい足首ぐらいまで、これ右側はやばいじゃん、降りた、うわ、ほんまや、まあまあ深いですよね、ほんまや、右、もしかしたらプールみたいになってるかもしれませんよ、ゾーンってなってるわけ、普通に家に行く、ちょっと待って、なんか浸水してる気してるけど、冷たくなってるだけちゃうか、まあ、もういいや、もうこの辺行ってないその下の足場があるとこまでとりあえず行ってみましょう、うん、うわ、ほんまや、めっちゃ、いや、これちょっと無理かも、足首まで来るとすごい水の水圧を感じるぐらいになってます、今もうね、あのね、足は上げれないですね、はい、ちょっとすり足状で行くしかない、もうすぐ終わりです。ほんまや。いや、もう、やばいわ。翔瀬くん、やばい、それ。やばい。うん。もう終わる。終わる。2号に行った方がよかったな。そういうことです。社長、これ、ダメですよ。もうだって、翔瀬くん、やばい。やばいです。やっぱ長靴2号やったな、これ。ここ、多分ね、ここ、怖くて行けないですけど、はい、これ、膝上来てますね。ね、右降りたら、はい、遠目に乗ってるから、ね、なんとか膝、まあ、足首上って感じですかね、今ちょうど、だからずりって終わるって、そうですね、でまあまあこの今乗ってる足場が狭いです、はい、ほんまに僕の横幅1個分ちょいぐらいです、はい、そうですね、そして何々で臭いの、はい、ヘドロの匂い、うん、とりあえず爆弾しておきます、はい、爆弾だけしておきます、爆弾だけしておきます、ここまで来たんで見えますかね、はい、行きます、バックホールに手を出すんだ、はい、緑、緑は霊は何もいないフラットな状態ということですけど、ありがとうございます、霊的なものは確かに感じない、感じないですね、水的なものでも分かりますでしょうか、あの土のというか、まあ、土の、はい、詰まってるこの向こう側ですよね、やはり、ですけどね、かつてそこがまで道が伸びているはず、ちょっと戻ろうか、はい、もう一回戻りましょう、戻りましょう、ちょっと今回は渡しても我々は深水井戸に破れることになるのか残念ではありますが、ちょっと一旦一時退却ということで、急いだらダメ、焦らずに、ちょっと先まで行ったんですが、いやこれは厳しい状態ですね、これはまずい、これは無理だ、あの心霊どころの騒ぎだやっぱちょっと雨が続いてたっていうのはある、そう、いや前来た時より増水してます多分、うん、今回はもうちょっとこれ以上はいけないですもんね、お許しください、視聴者の皆様、京都の旧深水井戸ですけども、はい、こちらのあの土の壁の向こう側に果たして何があるのか結局今回も分からずじまいということで残念ではございますが、次また、はい、必ずリベンジいたしますので、そうですね、 Y 氏も読んで、そうですね、次回は真の意味でリベンジしたいと思います、はい、リベンジしましょう、で最後に Y 氏にちょっと言っといてもらっていいですか、お、Y 氏、はい、すまんけど、はい、今回、はい、俺無理やったから悪いけど、はい、お前も一緒に道連れになって行っておくれや、はい、頼んで、なんか昔の芝居の人みたいな言い方でした、ね、さっきちょっと時代劇見すぎて一旦このこっち側のトンネルは一旦これにて終了ということで、すいません、まだまだゴーストチャンネルまだまだ続きます、はい、心霊チャンネルですので、はい、反対側から再度攻めたいと思います、はい、ゴーストハントしに行くんでよろしくお願いします、お願いします、新深みトンネルの反対側の方にやってきました、はい、
ちょっと装備もねちょっと外しました。はい、はい、再リベンジがあるとしましたら、はい、あのレンコン農家の方が来てそうな、はいはい、そうそうそう、この辺ぐらいまである、はい、やつがあるんですよ、ね、あるんで、それを次回はちょっと用意して再リベンジという形でね、はい、行きたいと思いますんで、いいですね、その際はねちょっとぜひご覧いただけたらと思います。お願いします、はい、ご期待くださいということで、はい、今日のところはとりあえずね、はい、まあ、せっかく来たんで反対側のトンネルの方は実はこっち側の方が心霊の曰くがありますんで、はい、そうなんですね、はい、そっちをちょっと見て回りたいと思います。いや、しっかりあのゴーストハントここからしたいと思いますので、はいはい、ちょっとよろしくお願いします。お願いします、はい、参りましょう、はいはい、というわけでこっち側ね、反対側はね苔むしてるんですよね、めちゃくちゃ、はい、ひどい。じゃあのねこのトンネルがあれにあるんですけど、もうすごい冷気がね、はいはい、わかる、来てて風がねすっげえ流れてきてるんですよ。むちゃくちゃ気持ち悪くて、はい、はい、ちょっとカメラではわかんないかもしれませんが、すごいよ、見えないよね、はい、はい、じゃあ早速、はい、こっからね、はい、もう水もなくて木も草もなくなっていい、はい、なんか歩きやすいアスファルトの道が続いております。じゃあ、はい、一層としてほんま雰囲気を言ってみましょう、はい、早速行きましょう。ただね1点だけちょっと注意なんですけど、はい、前回やったのはその上のねあの照明みたいなのがそうでした、ね、ところどころちょっと朽ち果ててたんで、ちょっと真ん中は危ないかと思いますんで、はい、ちょっと端っこ目を歩きながらちょっと行きましょうか。まあ周り見ながら、はい、入るよ、いますよ、誰かいてる、どう見てる、確かに何か音をしましたね、誰かいてる、どうした、こんな可愛いカエルが跳ねただけです。カエルが跳ねたようです。カエルが跳ねただけです。んいてる、水の音かな、なんか人の声のように聞こえますけどね、はい、入りますよ、めちゃくちゃ涼しい、いや本当にね、天然のクーラーかっちゅうぐらい、やばい、気持ち悪い、気持ち悪いってどんな感じ、いやもうなんか分かれへん、言い表しにくいけど、ただその足が進めへんとかじゃなくて分かれへん、もう形容できないんです、気持ち悪いだけ、変な冷気がやっぱり受け付けない僕が、ああ確かに霊が近くにいると霊気があると言われてますから、ね、ただなんかすごいなんていうんですかね、マイナスイオン感ありますけど、まあ、ミストがね霧になってるんですミストはあるんですよ、よくねなんか遊園地とか行くとこういうのありますけど、うチリーンみたいな音しましたけど、いや、喋って、うん、分かります、それずっとでも、それずっとですよ、ね、うん、これが、だし水の音なのか、一回ちょっとじゃあ静かにしてみます、はい、うんうんうん、いや、ボスンって向こうで、うん、うん、こっちですよね、女の人の声は多分こっち、うん、なんすよ、なんか 歌のような感じのメロディーがあった、うん、今聞こえてません、でも今聞こえてる、うん、めっちゃ聞こえるわ、うん、こっちですね、でも、うん、まあ、とりあえず多く行ってくる、これ霧の動き分かりますかね、これ皆さんカメラのめちゃくちゃ霧が向こうから吹いてきてます、うん、そういえばでもね、はい、この先って塞がってますよね、そうですよ、なんで風吹いてんの、いやほんまやな、なんかスモーク炊いてんかっつうぐらい向こうから霧が、落としてる、落としてる、どうですか、なんか声するわ、めっちゃ声するわ、なんやろ、もう後ろからのような気もするし前から聞こえたような気もするし、全然見えない、とりあえず進みますか、はい、
ちょっと全方向注意して。多分ね、まだ半分も行けてないから。はい。まだ入り口の近くで。全然こっち怖い。ここかつてこう人が通ってた道なんで、はい、そういった念がやっぱり残ってるのはこっちなのかもしれないですね。向こうはもう朽ち果てちゃってるんで。多分あれですよね、その、はい、まあ、トンネルで県をまたぐ境界線なわけじゃないですか。そういうことです。心霊スポットは全て境界線にあると言われてますんで ね。うわ、上もやばいですよ。ちょっと頭です。うわ。今コンボ回ってよかった。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録できればコメントもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。